備蓄棚で在庫確認してローリングストックをしていきます。こんな感じで、このみりんは4本のところ1本足りないので1本追加とか、こんな感じで1列に揃えておくことで簡単に数えやすくしています。食品関係はこのお餅ですね。お餅は2026年6月まで結構長持ちで、これを2袋、そして米麹のお味噌ですね、これは2025年3月まで、これは2袋、そしてコンソメ、こちらの方は2026年2月まで大丈夫なものを1袋、そしてもち麦ですね、もち麦、こちらの方は2025年の9月まで大丈夫なもの、これを1袋、そしてのり玉、のり玉は2025年9月まで大丈夫なものを1、2、3、4、5袋、そしてわかめスープですね、こちらの方は2025年の8月まで大丈夫なものを1箱、そしてすりごま、すりごまについては2025年7月まで大丈夫なものを2袋、そしてきび砂糖、きび砂糖が1袋ですね、そしてカレーですね、カレー粉、これは2025年の12月まで大丈夫なものを3箱、そしてギャバのチョコレートですね、こちらの方は2025年の6月ですね、これを3箱、そして麦茶パック54袋入り、こちらの方は2026年1月まで大丈夫なものを1袋、そしてカットトマトですね、こちらの方は2026年8月まで大丈夫なものを1缶、それからオリーブオイルですね、こちらの方は2026年8月まで大丈夫なものを1本、それから簡単酢、簡単酢については2025年8月まで大丈夫なものを1本、そしてこちらの油ですね、こちらの方は2026年6月まで大丈夫なものを1本、そして白だし、白だしについては2025年8月まで大丈夫なものを2本買っています。そして卓上の醤油、こちらの方は2026年1月まで大丈夫なものを1本と、このおつゆですね、つゆ、こちらの方は2025年の8月まで大丈夫なもの、この大きなサイズ1リットル入っているものを1つと、お酒ですね、お酒についてはここで2024年9月に製造されて1年間こちらの方は大丈夫です。そしてこのみりんですね、みりんは2026年2月まで大丈夫なものを1本購入しています。そして冬になりましたので、この芋炊きのタレですね、鍋のタレ、これは2026年の7月まで大丈夫なものを1、2、3、4、5袋購入しています。続いて日用品はサランラップのこのサイズですね、これを1本と、アルミホイル、アルミホイルも1本、そしてこの割り箸ですね、割り箸は50膳入り、これを2袋、そして炭酸の乾電池、これ4本セットを2つですね、そしてこの電球についても1個追加しています。それからこのお風呂掃除用の洗剤の詰め替え用を1袋と、テーブルの除菌シートですね、こちらの方を70枚入り1セット買っています。